おはようございます。下田です。4分段2部です。人がおりますので、それはもう間違いですね。番号1、2、3、4、5。強度3歩前へ進め。で、強度の前6メートルの位置に向きを変え、全員こう動かしてもいいです。それでは直れ最後に両方前列4歩前へ進め。1、2、3、4、実践で Thank you.
ボロバー、こいつがいいかもしれない。もしかしたら金具が主張かもしれない。はい、走って走って走らんかい。はい、はい、速力パイプ、行け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 、そうすれば音声メッセージが流れますので、その通りに手順を踏んでやってください。とあとはもう一つ大事なことは、胸骨圧迫はずっと継続してやります。なるべく中断しないように。で、電気ショックの時だけ離れる、ね、電気ショックの時だけ離れる。あとはもう胸骨圧迫を続ける。寝ている場合は顔などで、この胸を拭きます。それと、心臓の病気なので、ペースメーカーとか、ね、そういったことがある場合は、その、図のように右胸と左の脇腹に挟んでいるコネクターを接続してください。コネクターを接続してください。心電図を解析、心電図を解析してください。この手が触りません。囲まれます消防団、現在員10名、事故なし、総員10名。番号1、2、3、回れ、メイ、共同3歩前ステップ、右へ前、頭中、前傾車に頭中、手袋を外して、よし、そこで再挙動、乗れ、再挙動、正規の感覚を取れ、点検車に走ろう、倒れ、曇り町消防団、総員20名、事故なし、現在20名、番号
回れー、いえ7歩よ、頭の中で7数えてよ、7歩前へ。